いただきます。ちょっと待ってな。春太郎ママって来たからもうやめて。違いますよ。春太郎ママって何？え、タルタル多ない？え？うん。この量にしては。うん。めっちゃ余った。もぐもぐ配信、そう、今からもぐもぐ配信になりますね。勝手に。みんな今日公演どうでした？私ね、初めて臭いものだらけをやりました。素晴らしい。臭いものだらけ、臭いものどっちやねん。臭いものだらけです。臭いものみんなが臭い臭いよかった。させていただきました。もう緊張しすぎてリハの時からマジでもう足プルプルしてたよね。手もプルプルしてた。もうなんか震えるレベルじゃないんですよ。もうプルプルレベルじゃなくてなんかもうドス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 って何？新しいな。ビート刻んでるレベル。確かに、ね、で、やばかったんですよ。でもちゃんとね、まあ、ちょっと悔しいとこもあったんよ。そう、うん、ちょっと思ったとこもあったんですけど、めっちゃ良かった。本番はまあ見れてないけど、リハはめっちゃ良かった。ほんまになんかなんやろ、まあ、推しとして、推しはるかの推し面としての感想やけど、なんでなん、めちゃめちゃなんか新しい推し面見たなって思って、うん、好きってなりましたね。嬉しいです。すごい個人的な意見、うん、なんかキャプテンとかじゃなく、ほんまに一ファンとしてうん、うん、思いました。やっぱいいよね、なんかユニットちょっと変わるだけでめっちゃ楽しくないですか、ファンね。変わるの、なんかそれぞれの見方が変わるというか、うん、あれそこだ、うん、美味しそう、美味しいエビフライ。あ、マジャニの、うん、ババ抜きの機能ついたんやって。ババ抜き、うん、え、どういうこと、え、マージャンじゃなくなったってこと？マージャンもあるし、ババ抜きのやつも。え、待って、全然知らんねんけど。お母さんの長崎知ってんの？え？今日知ったの。誰か教えてよ。そんな。でもめっちゃ良くない？ババ抜き。うん、ババ抜き好き。ちょっとさ、やっぱ難しいルールがいっぱいあるやんか。うん、全然わからん。ババ抜きは誰でもわかるから、めっちゃいい。確かに。だからちょっとやろうと思ってるんです。まだやってないけど。これからね。ユニットシャッフルしてほしい。わかる。いつかしたいですね。エビの尻尾食べる派？食べない、食べない派です。ハサちゃんは？日替わりかな。日替わりか、時と場合によるね。その時の気分ってこと？うん、うん、だって気分だそうです。もうこの種類のお弁当しか残ってなかったの。そうなん？うん、ムニエルしかなかったよ。ムニエルって何？知らん。分からん。ちょっとムニエル。魚？ああ。ちょっともういいわ。え？ほんま？だからガリガリなの？どこがやん？誰が言ってるんや？ん？ん？ちょっと今日飲み物いっぱい飲みすぎたな。うん、アクエリを飲んで、まあアクエリは公演中に飲んで、公演前に紅茶飲んで、レッドブル飲んで終わってからソーダ買いました。やば、ご飯全然食べてないけど、飲み物で今日ちょっとお腹いっぱいになりました。五月病になりそうやって。五月病って何？ちょっとしんどいみたいな。いや、うん、だるい。五月病は、あ、なんか自分五月病って言ったら始まりやから。新しい見解やな。だから五月病って思わんかったらいい、うん。あ、思わんかったら五月病じゃない。ちょっとしんどくなってても、あ、なんか今しんどいことをやらなあかんことが溜まってるんやなとか、うん、って考えればいい。五月病というものは医学的にはないらしいですよ。
急になんか医学的にはないって書いてたもん。急になんか先生みたいになってるし、おもろ医学用語じゃないらしい。どこで知ったんそれ。今日調べたわ。調べたん、うん、何自分がなってると思ったん。うん、MC の時やったからどんな話しようかなってなって、5月のことについて、あ、そういえば5月って5月病あるなって思って、うんうん、確かに5月病について調べてみたすごい。なんかそういうのってさ、一回考えたら調べたくなるよな。うん、この間、この間じゃないわ、昨日あのフェスでカモネギ歌った時に、うん、カモがネギショウってなんやろって思って調べたもん。うん、まあ、どうですか。なんか、え、でもこれほんまに合ってんのかなって感じ。なんかカモがネギを背負ってたら、うん、鴨鍋ができるから、なんかイコールなんか、なんで、なんて言ってたっけな、なんかちょうどいいじゃないけど、なんか、なんて言ったの、ちょっと忘れた。でもなんかそんなん書いてて、これほんまに合ってんのって思いながら見た。うん、なんか、なんやったっけ、手っ取り早いじゃないわ。なんかあんま分からんの。うん、ちょっとよく分からんかった。よく分からんからそっと閉じた。うん、そう、あ、そう、都合がいい、そう、それ書いてた。都合がいいって書いてた。都合がいいことみたいな、それだ。すごい分かってくださる、さすが、さすがです。カモネギックスって曲めっちゃ好きやし、ダンスも好きやけど、好きな、うん、でもあのタイトルはちょっとよくわからんなって。泣き笑ックスってなんなんやろって思う。思わん、なんか新しい言葉や。うん、泣き笑ックスってなんだろうとか、ちょっとなんか面白いですね。まあ、そこも好きですね。そっと閉じるわら。公演お疲れ様、ありがとう。頑張ってきました。今来たね。いや、一緒に出たやん。一緒に出たやん。今日はでも久しぶりの、久しぶりって言ってもまあ、うん、前回、前々 前回2回だけやけど。センター2回だけ。そう。逆にめいっぱいやってる。そう、うん、2回だけやから、もう2回ぶり、久々のジポジでして、めちゃめちゃ緊張しました。緊張っていうか何やろ、不安やった。あ、めっちゃ不安やった。やからなんかジポジやし大丈夫やろと思って、今日ちょっと早く来て練習したところ、やばくて、やばい、ここどこやっけとかなって、うん、なんか勝手にセンターのふりしてたりとか。夢中人、あの本番ちゃうで、びっくり。本番はさすがに夢中人でセンターの全然違うやん。本番はないよ。本番はもう結構今日ちょっとノーミスやったんちゃうかなレベルでできたんですけど、あの自分ね、来て練習してた時なんかロマンティックになる旅とかこれやのに、うん、なんでやばい、やばかった、危なかったです。よかったね。そう、分からんくなったら真ん中おったらええねんって。うっそ、センター様の邪魔をしちゃいます。いいのよ。え、うん、それで怒られて。え、やっぱり髪型好きです。今日の、え、嬉しい、あ、珍しいと思った、嬉しい。そう、もうなんかいつもあるちゃんもパターン一緒。それ言わんといて。そうなんや、自分でも思ってんのよ。ほんでなんかこの間ハーフツインして、まあそれもまあレパートリーに増やそうと思ったけど、この間したしなと思って、なんか違うのしようと思ってハーフアップしようかなって思ったけど、昨日ハーフアップしたからちょっとちゃうやつにしたいなと思って、なんか下ろしてみたりって思って、下ろしてみようかなって思って、そしたらあのミカニャンとメイクさんからストレート下ろし好きって言ってもらえたんで決まりました。しかもあのストレート下ろしってはるかの研究生時代の固定ヘアだったんですよ。
そう固定ヘアやったから、今ちょうどあの夢逃げの初日のなんかリバイバル配信みたいなアーカイブやってるじゃないですか、ちょっとエモいんちゃうかと思ってちょっと狙いました。あとストッパー当てたからちょっとサラサラを見せたいなと思って。でも研究生の時は両耳かけ、こっちも耳かけしててんけど、ちょっと今日はミカニャンに、ミカニャンが言ってくれ、提案してくれたから、ミカニャンにどっちがいいと思うって聞いて片耳かけにしました。だからこれも今後のレパートリーに入れたいと思うんですけど、でも夏になったら暑いかなとか思ったり、そう弓逃げの髪型を持った、あやっぱり気づいてくれた。そうなんか自分でもちょっと見たけど、別人、なんか見た目もそうやし踊りも別人すぎておもろかった。マジでちょっと、うん、恥ずかしい恥ずかしいです。まあ、研究生で初日やからよかったけど、今見るとすっごい恥ずかしいですね。こんばんは。今日ね、私メンバーでね、気づいてくれる人がね、かりんさんだけやった。え、ちゃうねん、待って、だって先に言ってくれたやん、さっきに言ったやん。だってあってすぐに言わへんか、うん、え、もうつけとったの、うん、え、なんかメガネでこんかった。あ、メガネほらちょっとじゃあ、あったからやほら、ちゃんと覚えてる。でもな、ほんまに他のな、うん、でも知ってるもんね、でもだ、え、逆にさ、それぐらい自然ってことじゃない。うん、いいやんミオさんは眼力すごかった眼圧か眼圧すごいって言ってたけど、今日はね、人生で初めてカラコンというものをつけたんですよ。で、それで公演も出たんです。昔も今も可愛いね、はずありがとう。仲良しやね、ハータンとは仲良しだと思ってます。勝手にね。でもこの間、それこそ昼型 NMB 出ましたね、一緒に。これはめっちゃね、ハーサちゃんおもろい。いや、それな、ほんまにおもろい怖っ、今ちょっと違う意味の眼圧を感じましためっちゃ隣でめっちゃこっち見てたわ。だから DMM を見てね、ストレート髪好き、嘘、またする。これは教えてもらったんですよ。またします。カラコンをなんか一回つけてみたいなっていう話をしたら、なんかめっちゃナチュラルで、なんかこれとかどうですか昔の自己紹介だいぶ控えめやな。いや、あれはもう分かってないんですよね、どういう感じですればいいのかとか。ほんまに分かってなかった。ね、これは3年たって、まあでも自信がなかったとかもあるんやろうなと思いますね、今思えば。あの時の自分はすごい自分に自信が持ててなかった気がします、いろんな意味で。だからそこも成長ですね。でね、今日もね、わざわざこのカラコンつけてたらしくてな、目や目ん玉お揃いやって目ん玉お揃いって何初めて聞いたわ。初めて聞いたよ。今見ると16人多すぎる。わかる、多いよな。なんかあの時は普通やったけど、今見たらめっちゃ多い、うん、なあ、びっくり。10人でもちょっと多いなって思ったもん。なんか8人に慣れてたから2人増えただけで全然違うなって思ったのに、16人よう、その中で皆さん見つけてくれましたよね、本当によく目で追ってくれてたなってまあもちろん今もやけどね。え、ユニットもだってピークなんか6人やもんな、うん、ユニットやけど。ベイビーブラウン、それやそれ作りました。
うさし元気、うさし元気、うさしは昨日トリミング行ってなんか別件になって帰ってきました。カリッとになった、うん、やばい。あのなんかうさし毛長かったらプードル感あんねんけど、うんうん、トリミング行ったらマジでチワワになる。あー、まあでもチワプーやん。そうやねん、そうそうそう。え、それもすごいやん、両方楽しめるみたいな。そうそう、楽しめる。確かに。めっちゃ目大きくなったなって思っちゃう。なんか目の周りもこうなくなるやん、うん、短くなるやん、うん、めっちゃ目でカーンってなる。おもろい。うさしの歌作り出した。おもろい。やっぱりやっぱり変です。あ、ナングラニー、ありがとうございます。びっくりした。あ、一緒に見たっけ。見たよ、一緒に。一緒に反応したやな、うん、昼方の時やって。あ、そうね。え、な、何もらえるんか確認したらもうページ切り替わってたってやつ。そうやった。え、結局何わからない。まだもらってないの。うん、あ、そうなんや。ページ切り替わってて何もらえるか知らないんですよ。ハンソちゃん天才ってくれてありがとう。優しいね、ちゃん。おもろい、ほんまに。ハルちゃんパワーズ。初めて言われた。なんかオレンジマンズ。オレンジマンズもおもろい。確かにオレンジ着てくれるけど。あ、違うか。マン、あれ、オレンジ、あれ、マンの複数形って何だっけ。もう一回言おう話を。自分で言っといて。自分で言っといてか。ああ、公演終わりなのにみんな元気なんですね。元気ですけど、あの内心疲れてます。あの体力的なものは、めっちゃもう体とかもボロボロ、うん、もうあのもうなんか明日筋肉痛きそうやなとか思ってますね。もうだって帰ってる時めっちゃもうなんか、うん、やばい、足が動かんって感じ。そう、楽しそうで、楽しいですよ。ハーサちゃんおったらいつも笑ってます。ハーちゃんがいっぱい笑ってくれるのさ、だからおいらすごく嬉しいのさ、うん、誰どこの人、うん、知らん。今度公園に行きたいです。待ってま す, す、ね、待ってるよ。ぜひとも皆さんにお越しいただきたい。あ、本当に心情、うん。ね、ドーナツのチョコがいっぱい落ちてるんだってば。知らんや。自分やん。コケンとってな、気をつけて帰ります。な、もう15分気をつけます。おいらは帰ろう時間になってしまったので、そろそろ終わりなさいよ。じゃあはるかもブログの時間があるので。ああ、そうだよ。なんかな、ブログがさ、お風呂の中でさ、めっちゃ頭がさ、うん、ボーってなってさ、感情が言葉に変わる。おお、かっこいい。なんで褒めたよ、褒めたよ今。だからさ、お風呂の中で、あ、こういうのブログに書きたいと思ったらさ、うんうん、お風呂出たらさ、あ、もうスーッとなって。おもろ。はじめなさん、南ハーサです、どうも、まで書いて、何書くんやってなってな、書けへんくてな。それがもう2個ぐらいあるやば、めっちゃあるやん。ほんまブログ書きたいと思うんですよ。めっちゃ嬉しい。まあでもハーサちゃんはね、 YouTube あるから、そこでね、ハーサちゃんの良さをどんどん出してって、うん、なんでも歌にする。ほんまおもろい。はるちゃん、なに、お前やめや。なんでやばくない、はるかのせいにされた今。え、怖っ。なら、もう怖い怖い。あれじゃあ、はるかも読みますね。何からランキング10、そんななんかランダムせいなん。知らない。じゃあ、はるちゃんがおるから13位からみたいな。おらんでも絶対13位やろ。13位、コンペイトー。じゃあ、はるかもちょっとランキング読みます。11
聞きます。13位井口さんありがとうございます。12位フレンドちゃんありがとうございます。11位シンチありがとうございます。10位ナカシーさんありがとうございます。9位ポンズさんありがとうございます。8位ナッチさんありがとうございます。7位ラグナンさんありがとうございます。6位ハッシーさんありがとうございます。5位ヒデさんありがとうございます。4位カラスさんありがとうございます。3位サカさんありがとうございます。2位ショウちゃんだわんありがとうございます。そして1位がヒロゾウさんです。ありがとうございます。いやもう本当にね、今日の公演ももちろんなんですけど、昨日ねフェスに来てくださった方で、今日もね入ってくださってる方もいたので、本当に嬉しかったです。ありがとうございますね。今日から5月ってことで、5月も一緒に頑張ろうね。そして5月もずっとはるかに夢中人になっててくださいお願いしますやばやばはずアイドルはああいうことじゃないですいやいや、あなたもアイドルですよ。バイバイ。それでは本当にありがとうございました。みんなまたね、ブログ待っててください。またね、おやすみ。